皆様おはこんこんみつキックマスターです。今回はマイライフを実況生活初のゆっくり実況で進めていきたいと思います。ある程度のことは他の方の実況を見たりして理解しているつもりなので見ません。ドラフト順位は5位です。選手の設定はもう少し後で載せます。ゆっくり実況なので選手にも喋ってもらうつもりです。よろしく。今回使用する選手はこちら、京極夏希。脳内設定では高卒で何年かプロでプレイした後の能力なので、マイライフ上では経歴を社会人にしています。国母さんみたいなおめめの奥井くん登場。京極さんに関してはぼちぼち裏設定も言っていけたらと思っています。おっす、おらぶ。某サイトで生み出した選手ではあるのですが、かなり気に入ったのでいっそのこと逆輸入を図りました。片浜監督よろしくお願いします。目標は最低でも A クラス、個人としては何かのタイトルの獲得です。軍事選手の背番号をお借りしていて申し訳ない気持ちになります。マイライフは背番号を選ばせてほしくもあります。タイプとしては強打者なのでそこまで違和感はないのでよしとします。ちなみに打撃能力は必要十分だと思うので守備力を上げていきます。20代女性に近寄る不審な男発見。念のため聞いておきます。走る京極さんかっこ鈍足、それがまた可愛い。長所は長打力で、短所は決して速くない足と閉鎖の多さです。足の遅さは気にしてるから言わんといて。でも短所があるからこそ魅力的。やるのは1年だけでいいかなと思っています。多分飽きます。彼氏なしの京極さん、今季のことではないですよ。あと、同郷の平田選手と仲良くなるのも目標です。マイライフ対談筆頭候補二神さん。僕史上初めての難易度エキスパートでいきます。クロス機能任せみたいに多少の難易度変動あるみたいです。竜の未来を担い、歌詞が変更になった高橋周平選手。川プロ的に言えば周平さんをセカンドで、京極さんをサードで使いたい。足遅いので走塁はしません。ただ、守備はある程度やるつもりです。ゆっくりだけでは寂しいので、試合ボイスを設定します。今回は初回なのであまりカットせずに見せていこうかと思います。
投手は体力がそのままスタミナに反映されますが、野手はさほど気にする必要はない気がしてます。正直2軍は応援歌がなくてつまらないので、開幕1軍だと楽です。分かってても口にしない。収録後に見たけど、オープン戦で7安打打ては割と鬼畜。思ってたよりお金入るのね。激辛メニュー食べられるお店ないですか？趣味は激辛めぐりです。登場曲も決めてるので、何かで流したいですが、パワプロは登場モーションが短いなので、流せそうにないです。守備操作やってみます。クロスピよりかなり難しい気がします。選手の調整が気になるオープン戦となりました。中日ドラゴンズ対カツラ選手は背番号40のイメージが拭えない。ドラゴンズの先発は右の松坂、平成の怪物ツンリンス、ルーキーの直江、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の松坂登板です。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、先頭バッターは松原。髪の毛がお尻貫通してる。これは平凡なレフトフライ取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番吉川、投げました、打った、根尾ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第5球、投げました、打ったに当たりだ、ライナー破った、クリーンヒット。山下ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。投げました、打った、痛烈な当たり、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー山下残塁に終わりました。ドラゴンズまずは無得点に抑えました。ワンアウトランナー一塁という場面で強国、閉鎖持ちは意識しないといけないので正直苦手です。せっかくやるならダイナミックがいい。ロックオンはなし、オッケー。打てる気がしない。球種見えるのは良くないので方向表示だけにします。応援歌の設定し忘れました。次の投球、外角高め、ボール。第3球を投げた、打ちました。この瞬間私は2軍行きを確信しました。ランナーは1塁に戻ります。掴みました。これで2アウト、ランナーは0対0で守備機会をお任せに変更しておきました。ピッチャー返し、抜けた、センターからセカンドへ、2塁はセーフ。ワンアウトランナー1塁2塁となりまして、吉川最初のバッター初球を打ちました。レフトバックホーム、吉川いいバッティングを見せました。巨人足早い選手を追うな。ピンチが打ちました。三塁ランナーはホームへ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。ドラゴンズダブルプレーでピンチをしのぎます。ドラゴンズリードで迎え3回です。ツーアウトランナーなしという場面で強国、第一打席はセンターフライに倒れています。アルボール、ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、打った、あぶね、投球は3球目、投げた、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、大量の各安打、広角打法なら入ってたと思う。いいバッティングを見せました。さあ追加点のチャンスを迎えました。
ツーアウトランナー一塁二塁という場面で強国投げた、上がって手投げ、ストライク、いきなり150キロ投げました。会心の当たり、嫉妬打ち損ねは一番あかん。スリーアウトチェンジ、ランとね、こう7回の裏ドラゴンズラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは強国、これは上がりすぎたか、右中間へのフライ、ライト前進、ナッキちゃんのドスドス走り萌え、これでワンアウトランナーはありません。ジャイアンツ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー一塁というか、おっとこれ当たった、デッドボール、ランナー2人を置いて迎えるバッターは中島、今日はここまで3打数初球を打った、サード左へのライナー、試合終了。チームは勝ちましたが1アウト、今は勝利よりヒットが欲しい。さて本日のヒーローたちのインタビューが、元瀬番号1、友永さんナイスです。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対0ドラゴンズ勝ちました。一軍行ける気がしてません監督。設定はちゃんと変更しておくことにします。ペナントレースに向けた大事なオープン戦となります。この段階から開幕に言うだろうなと薄々気づきながらプレイしています。ドラゴンズの先発はベテラン山井、対するホークスの先発は右の松本、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。ベテラン山井マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターが釜本、投げました、打ちました、センター方向へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト。今更ながらフォームは山崎武史さんで、こんなジャーマンと呼ばれていたりします。投げました、ボール、ホークス、ここは引っ張りに警戒します。内角低め見送ってストライク、投げました、マシンで捉えた、あれを打ち損じる時点でもうね。スリーアウトチェンジ、ドラゴンズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは強国、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。そのコースアウト、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、ストライク、かすっただけになりました。追い込んで投げた、アウトロー、外れてボール、次が4球目、投げた、危ない球、第5球投げた、打ちました、これはセカンド正面、セカンドから一塁送球、もう一度諦めてます。ドラゴン守備機会でも何もない時はカットします。ランナーなしという場面で強国、今日はショートゴロとセカンドゴロ、ロックオンなしは難しすぎるから嫌い。ドラゴンズ、ドラゴンズ追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー一塁という場面で強国、打った、一二塁間のゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、ランナー一塁に残塁です。8回までが終了しまして2対0。ホークス2点リードは変わりません。ドラゴンズ敗れました。さて今日のヒーローは勝利投手の川原。本当に今日は大活躍でした。もう結果は見えてるので次は試合やらなくてもいいですが。納豆の気晴らしのためにお出かけします。
パーカー姿がいないと可愛い。ちなみに京極選手はパワプロでランク付けするならファンサービスは S に相当します。調子が絶好調の今こそアピールせねば、多分もう手遅れ。各選手の調整が気になるオープン戦となりました。広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、オープン戦の模様をお伝えしてまいります。カープの先発は右の永井、対するドラゴンズの先発はベテラン山井、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。ワンアウトランナー一塁という場面で京極、絶好調でも閉鎖は消えないのか。第9投げた、直球ストライク、インローへ、いきなり151キロ、投げた、ストレートはボール、投げました、打った、これはゲッツーか、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあ、ドラゴンズリードで迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で京極、真ん中ストライク、まずは見送りました。初球ストライクから第2球打ちました。追い込んでから投げました、顔の前通過、女の子の顔は特にあかんぞ。さあ4球目、打った痛烈な当たり、センターバック、取ってアウト、取られるんかい。チェンジ。3回の表が終わって1対0、ドラゴンズこの回0点に終わっています。ドラゴンズリードで迎える6回です。ツーアウトランナーなしという場面で京極、今日はショートへの併殺打とセンターフライ、投げました、バッターの足元、第3球を投げた、打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。ドラバッターは途中から入っている中村、中村翔平、第3球を投げた、打った、ショートバウンド取った、一塁送球、京極軽快な守備を見せました。ずらさない守備を信用としています。先ほどのプレーです。8回の裏が終わりまして1対1、ドラゴンズ同点に追いつかれています。同点で迎える9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、月球のピンチなので高松さんに走ってもらいたい。第9球ストライク、第2球投げました、サークルチェンジ、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、打った、強い当たり、入れば勝ち、来たー、これを望んでいました、求めていました。僕自身がチェンジ系に負けな割によく打てました。両国さんの手を揉む奥井くん、今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。弾道4の割には弾丸ライナーでした。カープ何としても得点を上げたい9回です。あと1人勝てばヒーローあるぞ。バッターはトップに帰って田中、今日はここまで勝てばヒーローあるぞ。1三振、初球打ってきた、抜いていった、翔水2塁回って3塁へ、田中ツーベース、ピンチを広げてしまいました。勝てばヒーローあるぞ。ここまで2安打の高橋、第5球投げました、打ちました、3塁ランナーホームに向かう、抜いていった、ライトバックホーム、カープ点差を3点に縮めました。誰かと思えば二神さんじゃないですか。左バッターボックスは3番岩本、第5球投げました、インコースのボール、左へ、レフトバック、ワンバウンド、ヒット、一塁ランナー先へ向かう、カープ点差を2点に縮めました。岩本のタイムリー、ドラゴンズなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。カープダイソーを起用します。中一塁に入りました、あと一人勝てばヒーローあるぞ。一塁三塁という場面でバティスタ、スタンドからはなんとか打った、サードライナー真正面、試合終了です。ドラゴンズ
2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローはエツマン、無失点の好投を見せました。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は5対3、ドラゴンズ2点差で勝ちました。勝利投手は佐藤、敗戦投手は飯田。ドラゴンズ今日はなんとか逃げ切ることができました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、山手球場よりお伝えしました。奥井君とアベックアーチ二神誰ですかそれ。嘘つけ。知ってた。見ての通り私はパワプロがとても下手くそで、見ていてつまらないと思うので、次回からは少しロックオンを入れさせていただきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。私は強国なっき、いつまでも2軍でくすぶってられてん。禁断の技ロックオンの解放してでも1軍に行きます。私の進む道はホームランか月空か。次回赤字2回昇竜への栄光、第2は狙い定めた1か、狙うは昇格やー。以上をもちまして本日の動画は終了いたしました。お帰りの際は足元にお気をつけてチャンネル登録をお願いいたします。またコメント高評価も受け付けております。本日のご視聴誠にありがとうございました。